はい、皆さんこんにちは。パズル、クイズ、頭の体操、パラドックス、またの名をね、そうですね、ロジック、いろんな言い方をします。難しいですね。でも解いてて楽しい。でもそんなパラドックスみたいなもの、喋ってて頭で分かったね、その謎を解けたのに実際に目で見た現象が本当にそうなったら、それはそれですごく不思議で素敵だと思いませんか。そんなことを今回皆さんと一緒に、私の挑戦を受けてもらいたいと思いますので、頑張って解いてください。やってもよし、解いてもよし、そして見せても不思議な、パラドックスです。頑張って皆さん、自分のレパートリーに加えてください。よろしくどうぞ。